ポガニーが1920年に描いたヘイムダルト、フノス。このイラストを差し絵としている書籍、北欧神話では、フノスは、行方不明となった父オズと母フレイヤを再会させられるのが自分であることから、父の帰還を真っ先に見つけられるようにいつもビフレストの側にいた。そしてヘイムダルと一緒にいることを好み、彼から万物が、 どのようにできたかなど様々な話を聞いたとされている。フノスは北欧神話に登場する愛の女神フレイヤとその夫、オーズの間に生まれた娘である。コノルド語でその名前は宝、または宝石を意味する。スノーリノエッタ第一部、ギュルビタブラカシには、彼女が非常に美しいことから、北欧人が美しい人をフノスのように美しいと称するという趣旨のことが、 書かれている。また、人々が美しいものを、フノシルと呼んだとも言われている。ユングリング家の佐賀大重章によると、姉妹は、ゲルセミとされている。二人が共に美しかったことから、人々は、高価なものを、フノスと、ゲルセミの名に由来して呼んだとも言われている。フノスは、アースガルズに住む、神々の中で最も、若はく、街の中の、どの御殿を訪れても、 喜んで迎え入れられ、自由に遊びに行くことができた。フノスに関する、次のようなケニングの妖霊が見られる。他に、フレイヤを、フノスの母と呼ぶ妖霊がある。ありがとうございます。